はい、皆さんこんにちは。テリオンのゲームのお部屋へようこそいらっしゃいませ。ということで続きやっていきましょう。龍が如く極み2ということで、皆さんこんにちは。ゲーム実況者のテリオンと申します。これまでたくさん動画を投稿してまいりました。3年ぐらい実況させていただいておりますが、病気でちょっと半年ほどプレイできなかったという現状でございます。で、その病気はまだちょっとあまり良く治ってなくて、ただありがたいことにね、その状況でも皆さんの応援がいただいておりまして、まあ、現在ですね、登録してくださる方が150名、サポーターと呼ばさせていただいているんですが、150名を超えている状況となっております。年内にね、2022年にこちら9月にですね、9月末ですね、投稿させていただいているんですが、まあ、動画自体が上がるのが2023年の7月ということになっておりますが、まあ、2022年の間に1000名超えたら嬉しいなと思っております。2023年にね、超えてなければ1000名目指しておりますので、皆さんご協力お願いいたします。病気の回復のためにも、さらなるゲーム実況の継続のためにも、皆さんのサポートいただけると嬉しく思っております。ぜひぜひ、登録して応援してください。ゲーム以外にもいろんな情報をお伝えしておりますので、楽しみにしてください。Hello everyone, my name is Terion. I am a game writer. I've posted a lot of videos so far. I've been playing live for about 3 years, but I'll see.And couldn't play for about half a year. I'm aiming for 1,000 subscribers by the end of the year. I would be grateful if you could support me for the recovery of the illness and for the continuation of the gameplay. Please support me by subscribing to my channel. ということでですね、続きやっていきましょうか。大阪蒼天堀にやってきたところからスタートでございます。ちょっと準備いたしますね。はい、ということで、どこかで酒でも飲むかということで、酒を飲みに行くのがね、目標みたいですが、このね、如く2の極みになってからね、スピードがね、歩くときのスピードが遅くなっちゃってね、ちょっとそこはね、気にはなるんですけど、そこの体格いいあなた、トイレっつのテスターになりませんか？ん？トイレが何だって？失礼、私、猿エンタメ企業に勤めております、トイレっつ開発責任者の町田というものです、少々お時間よろしいでしょうか？ん？トイレ何だって？まあ、多少は時間がある。聞いてやるから手短にな。ありがとうございます。では、担当職に言いますと、あなたに弊社の開発したトイレッツのテスターになっていただきたいのです。トイレッツ。トイレッツとはゲームと電子ポップを融合した革命的エンタメ機器です。ん？よくわからんが、トイレでゲームをするのか、なんか汚さそうだ。とんでもない、トイレッツは男性用小便器設置型の機械なんですが、クリーンネス効果だってあるんです。トイレッツは小便器につけたマークを狙って用を足すことでゲームが進行しますので、うまく狙えるほどゲームは楽しく、トイレはきれいに使えるのです。ほほう、それは一石二鳥で面白いな。男性用トイレってさ、まあ、女性の方はあんまりご存知じゃないかもしれないですけど、まあ、小便器があるんですけど、あれね、結構ね、小便が跳ねるらしくて、でそれがですね、結構その、やっぱ匂いがね、それで残っちゃうらしいんですよね。だからね、小便器って必要なのかなって思うんですね。そういう意味合いではね、もっとなんかね、トイレの形とか、トイレ自体は革命的な、なんかね、画期的なアレンジしてほしいなっていうのはありますよね。匂わないようにとか、清潔に使えるようにとかね。下にあるからさ、どうしても足に跳ねちゃうっていうね、あれがね、嫌ですよね、男性用のトイレってね。それは一石二鳥で面白いな。そうでしょう、そうでしょう。そしてトイレッツに夢中になったところで、ユーザーに広告を見せるのです。これトイレは綺麗に、ユーザーは楽しく、印象的な広告も打てるというわけです。それだったらトイレの壁自体にさ、なんかその電子広告みたいなのをさ、つけときゃいいんじゃないの？トイレしながらさ、あ、でもそうか、それだったらトイレしながら、広告打つってことになるから、トイレがずれちゃうよね。汚くなっちゃう。一石二鳥どころか一石三鳥の大発明なのです。これがヒットすれば弊社は大儲け、私は大出世、うははは。考えたな。5本。では、この建物の中にトイレのプロトタイプが設置してありますので、プレイして感想をお聞かせ願えますか？用を足すだけでいいなら、まあいいだろう。ありがとうございます。では、行きましょう。あ、このトイレの中です。楽しんできてください。トイレだって遊び場だ。レッツトイレー。おう。これ実際セガの開発者の方が考えたのかな？セガさん、なかなか面白いこと考えるじゃないですか。え？ガチガチのやつじゃん、これ。R1、あ、L2、R2 でやるのか。ガチガチのやつじゃん、これ。大丈夫、キリュウちゃん。そんな気合い入れてやることでもないけどさ。おしっこ勢いよく出して、相手を土俵際に押し出すそう。前回おしっこした人、あなた。はい。実況を私しまい。解説席には、キッサンをよくして。ほら。よろしくお願いします。マックスのチェッターどうなんの、これ。
グッドマックスちょっといいんじゃないのこれ。これでどうなの、これ振動オフにしてんだけど、バリバリ振動してんだけどさ、まあ龍が如くシリーズは振動ありありだからな。あ、なんで負けたの。次の人はあなたのおちっこデータと戦うぞ。両スピード速さミサーのエルボー、うん、トイレをきれいに使っていただいてありがとうございます。くっそ、あ、悔しいな。はい、負けちゃった。これ負けるようにできてんのかな。これロードがちょっと挟まるのが大変だな。負けちゃったよ。どうでしたか？なかなか良かったぞ。トイレなんて無駄な時間だと思っていたんだが、楽しく用を足したなんて経験は初めてだ。おー、素晴らしい反応です。ではあなたを酒屋でトイレテスター第1号に任命します。こちらをお渡ししましょう。ほう。これはあなたがトイレに行きたいなという気持ちを数値化してくれる優れものです。こっちの方がトイレッツよりすごい発明なんじゃないか。数値が3000に近くなったらトイレッツをプレイすると良いですよ。時々感想を聞かせてくださいね。それでは良きトイレスタイムをレッツトイレー。あー、面白いこと考える人がいるもんだな、本当にね。あ、とうとうこれ、ゲームの中でゲームができるっていう。それが実装されたのが極み2からなのか。バーチャファイター2ができるもんね。すげえな。うん。あんた UFO キャッチャー得意な人、ちょっとわしの勘にやってくれへんか。わしはこれごっつい苦手やねん。わしのが女がこの中に入ってロボ部長が欲しい言うてかなわんのや。頼むわ。もしかして持ってたりせえへんロボ部長。サブストーリー、いや渡せそうなものはないな。そうか、そんな都合のいい話あらへんよな。やっぱ UFO キャッチャーやるしかないんかな。頼んますわ。なあ兄ちゃん、一度でいいんや、わしの代わりにやってみてくれ。ああ、まあ少しやってみようかと思っていたところだ。うまく取れて余ったら考えてやってもいい。おお、そうか、兄ちゃんありがとな。ロボ部長やで、頼むわ。ロボ部長ってどれだよ。ロボ部長ってどれだよ。一人称視点。あ、一人称視点の時のあれがきついな。ちょっとこれ設定変えますね。あ、これかロボ部長って。一人称の時のカメラがね、これダメだわ。一人称の時のカメラがゲーム設定で、これを順にしなきゃダメだね。うん。こうしたら、うん。あ、カメラ、順と逆、順にしてたのか。だから、あれか。もう、ちゃんとした設定になってたのね。お金入れよう。3万円だけど、とりあえず。ロボ部長。次はどこを狙いますか？はい。どうします？ちょっと待って、これクレーン奥に移動がさ、横からさ、今までやってくれてたのがさ、横がないからこれ。自動で動きます。ちょ、待ってぃや。待ってぃや。これ無理だろ。奥行きわかんないもんだって。左右はわかるよ。今までのシリーズだったらさ、これ横が見えたんですよ、これ横からね。どこを狙うかがポイントです。あ、自分で動いてみんのこれ。しかもこの距離じゃ見えないし、えぐ。こっちから見るか。そしたらどうします？うまく狙えましたか？うわー、ちょっと手前だわこれ。自動で動きます。今回の UFO キャッチャー激ムズですよこれ。1と0の時の難易度と比べると全然違う。よく狙ってください。次はどこを狙いますか？よいしょ。1と0の時はね、もうちょっとね、勝手にこれカメラが回転してくれたから楽に撮れたんだけど、これは厳しいな。あ、行ったかこれ。こい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 、来たー。取れ率は上がってるかもしれないね。よーし、これでも上げようか。でも一応ね、あ、プラス5だって。これで経験値が手に入るのか。兄ちゃん、おー、これやこれやで兄ちゃん。ま、案外楽勝だったな。え、さすがやで。よ、名人、ありがとな、兄ちゃん。
ここでわしの女も喜ぶわ。あっと申し遅れました。わし里中言います。ここでこれは俺や、受け取ってや。マジで3万円くれた。そしてそんじゃわしはこの後彼女と、なんだこれね、岩橋だったっけ、岩橋で待ち合わせしとるでな。チッキーすでバイナラー。いやー、里中の様子を見に行け。まだあんの。いらっしゃいませ、ようこそ世界。お客様いかがなさいましたか。あー、いやー、セガさんってさ、なんかこうイメージがさ、まあ、ゲーム会社なんですけど、うん、おなんかソニック・ザ・ヘッジホッグって、あ、蒼天堀のロッカーキーだって。ソニック・ザ・ヘッジホッグのイメージが強くてさ、この龍が如くを知らなかったらさ、それが代表的な作品っていうイメージだったんだけど、如くがすごすぎて、うん、セガさんのイメージだいぶ変わったよね、そういった意味合いだね。まあ、本屋とかいいなぁ。私ね、本屋めちゃくちゃ好きなんですよ。なんだろうね、なんか好きなんですよ。さて、ポイントはここに行けばいいんだね。ここってさ、もともとさ、グランドだよね。マジが支配にしてたさ、グランドだから、今いる場所がここだよね。橋渡って北側に行かなくちゃいけないってことか。うん、これは俺がさっき譲ったやつか。いや、まさかな。あれ、クラブセガに戻れ。あら、なんだよ、彼女に捨てられちゃってるじゃないか。王冠堂書店、なんやこら。なんや、うわ、絡まれてる、かわいそう。助けてください、僕はこの人の足踏んだとか言われない一山をつけてくるんですわ。蒼天堀の呼び込みと顔なじみ。なんや俺、なんか文句あんのか、おら。ああ、立ち去るがデフォルトなのかよ。足を踏まれたぐらいで怒鳴ることはないだろう。なんや俺、こいつの肩持つんか。おう、若干足引っ込んどれ。さあ、チンピラ。おい、名前が平松。この辺は変わらないな。よいしょ、名前の使い回しが半端ない。ドロップキック、めっちゃ強いんだけど、この平松さん、やばない。よーし、いやー、グラフィックが綺麗になって本当にね、リアル感が増したね。うん、すいませんでした。日本を舞台にしたゲームが欲しいって思ってたんだけど、これはマジでそれだね。厄介な奴に絡まれたな。大丈夫か。ありがとうございます、助かりましたわ。俺が勝手にやったことだ、気にするな。すいません、この俺はいつかきっとさせてもらいますさかい。呼び込みと顔なじみになった。お、顔なじみになったって、どうなんのこれ。おお、この間大きに、とりあえずクラブセガに戻らなきゃいけないっぽいん で、セガに戻る前にちょっと能力上げよっか。ちょっと厳しいね、このままだとね。体力アップ、攻撃力上げていこう。ガチガチにこれ上げていきたいんだが、よし、これで OK かな。体力だと防御力かな。ヒートゲージもちょっと上げていきたいな。よし、バトルスキル、バトルスキルはまだ使えるやつがないね。うん、ヒートアクションもなさそうだね。あ、ないっていうか、そもそも能力値が足りないのか。サブストリーファインダー、あ、これはなかなかな。胃袋ゲージアップ、あー、そう、胃袋がね、その能力値のところの横にあってね。うん、腹がめっちゃ減ってるってことだよね、今ね。力が出ないのかな、腹が減ったら。ちょっとね、その腹が減った時のね、デメリットというかさ、マイナスポイントがちょっといまいち分かんなくて。おい、大丈夫だったか。まだやってるのか。うん、おお、この間兄ちゃんやないか。ちょっと聞いてくれな。
実はな、この間のロボ部長女に渡したこれ私が欲しかったやつちゃうとか言うてな、その場でぬいぐるみをポイやで。よくよく聞いたら部長やなくて課長、ロボ課長が欲しかったらしいんや。ほんでロボ課長取ると頑張ってんねんけど、案の定全然うまくいかへん。頼んますわ。それは兄ちゃん何度もすまんけど代わりに取ってくれまへんか。ロボ課長持ってたらそれ譲ってくれてもええねんけど。いや今は出せそうにないな。そうか、そやろな。頼んますわ。じゃあわしの代わりに UFO キャッチやってくれ。わしにはさっぱり取れる気がせえへん。頼む。お気が向いたら考えておこう。ほんまか、ありがとう。今度はロボ課長や期待しちゃうで。しゃあないの、ロボ課長か。どれが課長なんだ。でも手前のやつだろうね、多分ね。よく狙ってください。次はどこを狙いますか。ここまでは回転できる。どうします、うまく狙えましたか。よし課長さん頼まして。あーん、でも横に倒れたってことは面積が広がったから取りやすくなったよね。よく狙ってください。どこを狙うかがポイントです。どこを狙うかがポイントです。首んとこなんだ。首んとこ。うまく狙えましたか。すごいね、ゲームセンターらしさが出てるよね。なんかね、首んとこ狙ったらいいってね、いいよね。よく狙ってください。 UFO キャッチャーってね、どこを狙うかがポイントです。あのワンちゃんかわいいな。うまく狙えましたか。まあね、こういうとこにお金をね使えるほどね、まあ、余裕はないよね。ここでさ使いまくってもさ、融資金が6万しかないからどこで使うか分かんないもんね。とはいえもうちょっとで取れそうだから頑張りたいね。よく狙ってください。この対戦だったらちょっと苦しいな。首んとこにうまく入らないからさ、これうまくここで挟まって自動で動きます。あれこれもう無理じゃない。だってもうグレーンのさあれ超えてるよ。よく狙ってください。これ何もしなくてやってさ、うまく狙えましたか。もうだって無理じゃんこれ角度的に。ほら自動で動きます。絶対引っかからないもん。終わった。ちょっと取りたいな。でもむっちゃ悔しいんやけど。よく狙ってください。じゃあ奥のやつにするしかないよね。そしたらね、ポイントです。起動します。奥のやつだって見えないもん。うまく狙えましたか。これ無理じゃない。自動で動きます。あ、あらららら、いやこれ無理だね。ちょっとね、ちょっとキャンセルしようか。上達します。ちょっと入れ替えてもらうか。並べ直してください。うん、お待たせしました。もう一回や。よく狙ってください。挑戦や挑戦や。どこを狙うかがポイントです。ストーリー進めなあかんって。どうします、うまく狙えましたか。早く進めないとね。ちょっとねこの極み2はね1よりも全然ねグラがいいんで。あ、いったぞこれ。やったやった、ロボ課長ゲッツ。じゃあもうあとは取れなくても全然いいんだけど。次はどこを狙いますか。移動します。うまく狙えましたか。多分このトゥルン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 のこの音を聞いてやるのが正解だと思うんだよこのゲーム。自動で動きます。あ、これはもう取れないな多分ね。だって右端のやつなんて絶対取れないでしょ。だってどう考えたっていけるかこれ右端のやつ。よくね、どこを狙うかがポイント。どうします、うまく狙えましたか。これね、これ実はボーナスかもしれない。自動で動きます。あー、もう一個奥だったら行ったかもなこれね。
ちょっと惜しいことした。いや、遊んでる場合じゃないぞ、キリーちゃん。また遊んでください、ね、マジで。兄ちゃん。おう、兄ちゃん、さすがや。ま、こんなもんだな。ほんまにありがとう。すごいな、兄ちゃんは。よっこの UFO 隊長。これで、今度こそわしの女も喜ぶわ。これ俺や、受け取ってや。イタリア製コスプリング。よし、わしは彼女にこいつを渡してくるで。これで機嫌も直ってラブラブ間違いなしや。そしたらここにデートしに来るかもしれへんな。その時は兄ちゃんのこと紹介させてな。ほな、バイナナー。そのさ、そのイタリア製高級リングの方を渡した方がいいんじゃないか。そうそう、食べ物屋さんを探さないとさ、頑固寿司大阪。今いるのここだよね。自分のいる場所がちょっといまいちよくわかんないんだよな。ご飯、ちょっとククルって何屋さんだこれ。こいつら敵か。ご飯食べたいから、大阪王将に入ろっか。いや、すごいね。これ大阪王将とさ、王将の普通の何が違う。あー、すげえ、シームレスに入れる。マジか。いらっしゃいませ。めちゃくちゃすげえ。って言ってもまあ、ジャッジアイズではそれはもうね、あれされてるけどさ。本日のおすすめだって実現されてるけどさ。あ、すげえ、プラス40とか上がっていく経験値が。わ、すげえ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 。これはいいな。チンジャオロース、これ以上食べると満腹になってしまう。満腹状態で食事をしても体力が回復できますが、経験値やメニューの組み合わせによるボーナス効果を得ることはできませんのでご注意ください。あ、レバニラはじゃあやめとこうか。これはいいな。あ、下にちゃんと書いてあるね、何が上がるかってね。戦闘の能力が上がるやつが欲しいな。五目チャーハン。まあ、エビチリ。まあ、一回、とりあえずこれ頼むか。はい。1909円。気に入ったぜ。うん。あ、これ、めっちゃおもろいわ。さ、行くか。システムの改善度が半端ない。ありがとうございました。これリメイクで極み2作ってると思うから、まあ、多分極みのじゃなくてオリジナル版ではなかった要素かもしれないんだよね、これね。うん、ちょっとやり合ってみようか、こいつらとね。チンピラ。おい、意外に強いな、チンピラ。今回キリュウちゃんの防御力は足らない。圧倒的に足らない。ガンガン鍛えていかないとまずいな、これな。時間食っちまった。ガンガン鍛えていこう、能力強化、攻撃力。はい、 OK。 114、 攻撃力がさらに上がるのに経験値の間が必要なのか。今のさ、指標みたいなのあったじゃん、これ。この丸が上がらないと114とかにならないんだね。わ、これはなかなか厳しいな。簡単に攻撃力上がるわけじゃないもんね。リベンジブックス。わ、この本屋さんいいな。金の皿。わ、マジ普通にこういうの落ちてるようになってるのか。すげえ。あ、七夜さん、七夜さん。スマイルバーガーもあるしね。すげえ、エビス屋に普通に入れる。いらっしゃいませ。入るってやつよね。武器を売りに来た、防具売りに来た。イタリア製金の皿10万円。売却。売却がさ、タッチパッドっていうのがまたあれだね。ありがとうございました。でさ、ってことはさ、こう、龍が如くのさ、威信の極みがね、次出ると思うんだけど。何これ。No! お兄さん、今度はいかがですか。可愛い子を揃ってんで。せっかく大阪に来たしな。客引きお姉さんと顔なじみ。いや、いや、遠慮しておく。おう、カズハちゃん、今日もえらい元気やな。例の件考えてくれたかいな。
またあなたですか。うちは行けへん言うてるやろ。悪い話しちゃうで。今の店の給料の2倍ですわ。ここの店長にも話つけとくさかいな。せやかでうちはこの店にお世話になってきたんや。いくらお金がもらえたかでお店を裏切る気はあれへん。ええや、何か稼げるうちに稼ごうや。和葉ちゃんやったらちょっと頑張るだけですぐ何百万と稼げんで。しつこいわ。何で言われても行けへんって。ここで話すのもないやし、うちの事務所で話そうや。ほら行くで。この子スタイルええな、めっちゃ。やめていいや、うちに関わらんといて。しつこいやつだな、どうしようか。立ち去るがデフォルトだからね、これね。助けに入るよ。おい。おい、こいつは俺が指名してるんだ。今日は引き取ってくれないか。お兄さん、なんやと、わちらが誰か分かっとらんのか。おっさんはおとなしくしとけや。さあ、店に案内してくれ。おい、無視すんねや。隠せよ、おっさん。想定盛りに怒らせたらあかんやつがおるっちゅうこと教えたるわ。さて。よいしょ。今回はさ、投げがそんなに強くなさそうだね。極みのさ、1の時はさ、めちゃくちゃ投げが強くて、投げばっかりやっとくわ、なんとかなったけど。わ、強っ。敵がなかなか倒せない。ほい。ほい。投げが、掴みがなかなか難しいな。うん、来いよ。ほっ、でいや、でいや。そして極め付きのこれじゃない。うぅ、むさぼりや味よ。なんなんや、おっさん。ただの常連客だ。これ以上俺のお気に入りの子を困らせるんじゃねえぞ。ひー、わかりました。それではわしはこれで。常連客。お兄さん、何も関係あれへんのに助けてもらってほんまにありがとうございます。あの様子ならもうしつこく勧誘されることもないだろう。ほんまありがとうございます。お兄さん、お名前は？キリュウだ。キリュウさん、このお礼は必ずさせてもらいます。おー、顔なじみになった。困ったことがあったら助けさせてもらいます。お名前はほんまありがとうございました。よし、とりあえず顔なじみになったぞ。ん？そっか、橋まだ渡ってなかったか。橋渡って、あ、そうか、逆方向に走ってたのか。ちょっとストーリー進めよう。街の探索はすげえ面白くてさ、ついついやっちゃうな、これ。やばいぞ、今回これ、極み2サブストーリーも含めてなんか全部やりたくなっちゃうな、これ。街の作り込みがめちゃくちゃうまい。今回のこの、風景というか背景がめちゃくちゃ綺麗にできてるから。気に入らんな。覚悟はできとんのか？音楽だけはね、前の方が良かった気がするな。戦闘のね。ほいほいほい。ボス戦の音楽はどうなるかだよね。ジャッジエンドの音楽良かったよね、戦闘のね。ゴルフセンター。ほい。あー、5ポイントしかもらえないのか。手間取らせやがって。うわー、気になるな、この人。うん、あんたこの辺の人ちゃうやろ。この辺は昔と違ってすっかり変わってしもたわ。まあ人間そんなに変わってへんけどな。おばさんが、あの大阪のおばちゃんじゃない、ヒョウ柄の、ヒョウ柄のあのおばちゃん。ほんとね、大阪のステレオタイプのおばちゃんみたいな。あ、これほらほらほら、自転車が倒せるようになってる。今まで自転車倒せなかったのね。何か落ちてるな。あ、銀の皿。マジか。あ、串カツだるまだ。串カツって絶対美味しいよね。この人もあれかな。すまへん。あ、グランドだ。本日、キャバレーグランド、あの有名ダンサーの佐々木ローズですよ。ぜひご来店を。おお。佐々木ローズって誰や。あ、グランド。あ、そうか、ここが目的地か。
これ何？ここ入れるの？見る。腹痛え。そやから食べ過ぎや言うたのに。ちゃうちゃう食いもんちゃうね。お前の顔がおかしいんや。どないやねん。どないな顔してんねん。普通やないか。おっかない話だぜ。あ、この一人称モードいいな。いや、あんた聞いたか？あそこのキャバレー人気あるみたいやねんけど、悪い噂も大変のや。悪い噂。ああ。そや、あの店、この辺の店からの金の力でたくさん女の子引き抜いとるらしいねん。それが原因で人気がなくなって潰れちまった店だって結構あんのや。そりゃ悪い噂も流れるって話よ。しかしあれだけどごつい店はあんな一等地に建てれるんやし、バックにはごっつい組織がついてるんやろな。まったくおっかねえ話、あんたもあの店で下手なことせんように気ぃつけや。わあ、これはこの一人称視点めっちゃいいな。マジでこれエスカイリムみたいな感じでめっちゃいいんだけど、これ何これ。いらっしゃいませ。うん、さあこの一人称視点でこの大阪蒼天堀の街をね見てみましょう。え、作り込みマジすごいな。あ、一人称にするとこのアイテムがめっちゃ見やすい。もうサトウキビ畑みたいな、こんなところからちょっとアイテム取っていこうか。銀の皿、5万円ぐらいで売れるんだよ多分ね。さてじゃあキャバレーグランド入っていくか。キャバクラやでってマジーが言ってたけど、維新ゼロの時にね。新ゼロや龍が男ゼロの時にね。これからはキャバクラやで、キャバレーの時代ちゃうって。あれ、こっちからか。うん、さあ、ちょっとうろちょろしすぎて時間使いまくっちゃったんで、今もう30分ぐらい経ってんじゃない？ 30 分経ってる。マジかよ。ストーリー進めなあかんのに。今日外めっちゃ寒いな、みーちゃん温めて。はい。すいません、これより先は紹介制になっておりまして、ご紹介のない方はお立ち入りできないシステムとなっております。申し訳ございません。ストーリーの人はこれか。どういうことや。なんや、わしはビップ席におったのに急にヤクザみたいな団体客がぎょうさん来て、わしは1階に立ち退かされたんや。ここの VIP 席入るために3ヶ月待った言うのに。大変申し訳ございません。なんとお詫びしていいやら。ん、黒川へ相談しろ。いやいや、うち帰るとちゃうねん。黒川って誰だよ。黒川を探せ。でもこの奥だよね。あ、違うわ、外や。黒川ってやつが鍵を握ってるのか。だってあれじゃないもんね、堂島の大吾じゃないもんね。黒川、ここか。このまま真っ直ぐ行ったらいいの。わあ、酔うな。でもこれちょっと高いわ、位置がめっちゃ。もうちょい低めじゃないと酔うね、カメラの位置が。もうすぐクリスマスやな。何見とんねん。何見とんねん。まあ確かにそんな時期ではありますが。よいしょ。私が今こう実況してるのは9月なんですけど、2022年。まあでももうすぐ10月だから、まああと2ヶ月もすればクリスマスですよ。こっからぐらいの時期でめちゃくちゃ寒くなってるから、ちょっと嫌ですよね。服装がね、なかなかちょっとね、難しくなってる。この格好で外出れる？12月って。しばらく寝てろ。まあ、12月だったらできるのかな。1月2月だときついかな。さあ、黒川さんがこっちにいるのか。ああ、こいつのことか、黒川って。おい、キャバレーグランドのビップ席について聞きたいんだが。せえ。キャバレーグランド、ああ、あそこのキャバレーやな。それこそあの今や有名な女優の倉石真希子も最初はあそこで座ったらしいです。さすが桐生藩、お目が高いな。
そや、わしが G で通ってた病院に資料を取っとこの、おいっ子の学校の先生の妹の旦那の双子の弟の麻雀の仲間があそこのオーナーやってまんねん。そやし、この間のお礼にわしが G で通ってた病院に資料を取っとこの、おいっ子の学校の先生の妹の旦那の、で、あそこの VIP 席に上がらせてもらうよ、頼んどいたるわ。ちょっと待ったってや。あ、もしもし、わし、お前の麻雀仲間の、黒川言いまんねん。え？誰やって黒川言うてんやろ。うん、お前んとこの席の VIP 一人紹介してくれへんか。今大事な団体客でいっぱいやって、我舐めとんのか。てめえがこの間嫁に秘密で透け込ました女の情報握っとんのや。今日てめえんとこの VIP 席に一人ぐらいにねじ込まんかい。バラされとうなかったら、もしもし、そやそや、お名前はキリュウ言いまんねん。じゃあよろしゅうな。キリュウファン、キャバリーグランドの VIP 席取っといたで。あそこの VIP 席は紹介のみらしゅうて、なかなか入れへんらしいで。ほな、こんなことしかできへんけど、エンジョイしたってや。うん、こいつ、なかなか、うん。ここ、まっすぐ行ったとこにあるから、ほんなら楽しんできや。なかなか持ってるね、つてをね。よいしょ。なんか追われてる？おいこら言われてるけどさ、うん、分かった、待っといてあるから入るよ。とりあえず攻撃力上げたいからさ、ガンガン敵を倒していかないとね。倒すメリットはあるね、今回敵と戦ってね。その重量性というかさ、自分で割り振りできるから能力値を。だから上げたい能力を先にどんどん上げるっていうところがメリットかもね。あー、これお腹が空いてたら極みが出しづらくなるのかな。マックス値が減ってるよね、極みがね。手間取らせが、それちょっとやりづらいな。ゼロになってるもんね。そういうことか。金龍ラーメン、そしたら攻撃力をガチガチにやっていこうか。あ、攻撃力限界突破レベル中習得しないと上げられません。あ、そういうこと。あー、じゃあ防御上げていくか。あ、これはそういう流れがあるのか。いや、ストーリーごとに決まってんだね。じゃあね、限界値がゲージが上がってもさ、お腹がすくスピードが速いとちょっときついよね。金龍ラーメンでラーメン食っていくか。うん、まあ2つしか買えないから2つ買っていきましょうか。ほいっと。いや、うまそうだな。うまいな。チャーシュー麺、ラーメン大好き。うわ、ボーナスついたぞ。さ、行くか。よし、これで極みのあれが溜まっていくと。金龍のメニュー。よーし、そしたら行きましょうか。グランド。うん。まあ、ストーリー的にあんま進まないけど、まあ、ささっとやって、ささっと。あのね、まだね、その極みのあれが終わってないから、練習がね。黒川というやつから紹介を受けたんだが、いらっしゃいませ。キリュウ様でございますね。受けたまわっております。こちら今回ご紹介ということで VIP 席へご案内させていただきます。こちらの階段よりどうぞ。話がわかるじゃないか。いらっしゃいませ。ゆうこです、はじめまして。おお、品のある。うん、まあいろんなところでさ、こういう踊る機会とかあったらさ、うん、いろんなね、ダンサーの方とかがさ、お客さんこっちの人やないね。うん、旅行でこっちへ来たん？いや。じゃあお仕事？まあそんなところだ。おい、おなごの数が少ないやないけ。支配人はどこにおるんや。ちょっと目合わせたらあかん。
この辺で有名な薬剤さんなんやって。あ、はい、お呼びでしょうか。関西でわしらのテーブルこないに寂しいする店他にないで。すみません。頭下げる暇あんねやったら色っぽい姉ちゃん業さん引っ張ってこんかい。いい加減にせ。うわぁ、もうええ。西郷さん、親分さん、ありがとうございます。親分さん、さすがやわ。貫禄あるな。当たり前やがな。お前さん、この仕事してて親父のこと知らんのかい。未来の近江連合のドン、関西の竜や。覚えときゃ。へえ。どないしました。あ、こいつのせいでいいか。ちゃうわ。お前今何言うた。は？覚えとらんのかい。え、あ、席外せ。え、自分なんか何が気に障った。親父さんの前で言うたらあかんことがあるやろ。あ、いや、ええから早う謝らんかい。すいませんでした。ほら、みっともないで。早席座らんかい。うわぁ、なんやこいつは。ラッパ飲みかい。山田、悪い、わしと杯交わしてからなんぼや。2年です。そうか。あの、親父。で、さっき言うたこと思い出したんかい。え、あ、いや。まあ、飲めや。はい、いただきます。これで思い出したやろ。早い言うてみや。これ、関西の竜。関西の竜って言ったんだ。それがあかんのかい。関西っていう言葉が。ちょっとあんた、ダメやったんか。落ち着かねえ店だ。待て、我よくも口にしたの。おめえらがもう一度聞きてえと言ったからだ。人の話盗み聞きしくさって。こら、あれだけでかい声で喋られたら嫌でも耳に入るぜ。うら、それは一体どんだけ金かかるんだ。それ腐って、大阪湾に沈めたのか。覚悟せや。金めっちゃかかると。今のグランドピアノだろう、多分100万ぐらいの弁償を確保しておかないと。オミリンゴ悪い。いや、今回キリュウちゃんの攻撃力は全然足らんわ。今までやったら一発で敵倒すのに、これは結構きついな。基本ため攻撃いかないと無理かな、これ。うわぁ、基本がね、ラッシュみたいな感じなんだよ、あの今までのシーズン。いや、道具かな。やっぱ道具で戦うのが一番なんだな、今回も。よいしょ。投げ技がもうちょっといいのがあればな。ほいほいほい、よーし。あ、時間かかんな、倒すまで。今回これ
敵をね、掴んで投げてっていうパターンが使えないから。お見事や。すまんことしたわ。うちの若い衆は血の気が多くてのもうお帰りですか。お前らといると酒がまずくなる。あんたは大した男や。気に入った。さっきのお詫びとして怒らせてください。断る。近江合流会のおごりです。わしの顔立てたってくださいや。合流会。よし、この店で一番高い酒持ってこい。はい。ほんまにええ度胸しとるわ。うちの組にもあんたほどの男はおりませんわ。関東の方やな。ああ、そうやろな。あんたほどの人が関西におったらすぐに噂が広まりますさかいに。お近づきの印にお名前教えてもらえまへんやろか。これは失礼。わしは近江連合合流会二代目の合田龍二と申します。ゴーダ、近江連合ぐらいはご存知でしょうが、日本で一番有名な大門ですさがいに。ああ。で、お名前は。名乗るほどのものじゃねえ。わしもこうして腹割って話しとるんです。名前ぐらい教えてもろてもええやないですか。桐生カズマだ。堂島の竜、登場会の桐生カズマさんですか。いや、そんな男は知らねえ。兄さんも人が悪いわ。驚かさんといてください。まあでも本物なわけないわな。本物やったらこんなところで酒飲んでられるわけないわ。どうしてだ。本物やったら今頃それどころやない。必死こいて戦争の準備しとるはずや。ああせや、せっかくやから教えます。さっきわしが切れたわけ。なんだ。わし関西の竜と呼ばれんのが気に入らんのです。竜はまだい、関西が嫌なんです。竜に関西も堂島もありゃしません。極道の世界で竜と呼ばれる男は一匹でええんですわ。あんたもそう思いますやろ。まあな。あんたとは気が合いますな。これも何かの縁や。ついでにもっとええ話教えさせてもらいます。今夜の12時ちょうど、カムロ中に派手な花火がドカンと一発打ち上がるんです。花火。わしが仕掛けた花火です。一世一代の祭りが始まるんや。祭り。その幕開けの花火がカムロ町に上がるんや。そして明日、堂島の竜は死ぬ。何。それでわしは本物の竜になる。少し喋りすぎました。まあ桐生さんはごゆるりとくつろいでってください。ああそう、一つ言い忘れましたわ。明日出かけるなら香水の一つでもつけていった方がよろしい。どういう意味だ。
あんたの体からプンプン匂うんですわ。血の香りが。桐生一馬さん。ほうな。仕掛けた花火。12時。一体何が始まるんだ。うわ、グラフィックマジ綺麗だな。何が始まるんだろう。ストーリーもめちゃくちゃいいね。さあ、大型ビジョンへ向かう。あ、これで、ん?爆発、あそこの街頭ビジョンでやってるって、騒然としているようだ。何かあったんだろうか。大型ビジョンへ行く。大型ビジョンの中どこにあるんだ?あんな遠くにあるぞ。人もめっちゃ歩いてるし、クオリティの上がり方が半端ないよ、本当に。お題したんっていうぐらい、ジャッジアイズよりもこれいいんじゃないかな、下手したら。クオリティが高い。あ、黒川なんか知ってっか。桐生藩、えらいこっちゃ。何があった?今あそこの街頭ビジョンでニュースやってるから見てみーや。おう、そのニュース見たらちょっと今回終了にしようかな。あ、ねえ、もしもしユリコ、大丈夫な?え、何があって?爆発よ、爆発。爆発が起きたのってあんたの家の近くのビリやんな。だから私心配で。え?え?知らん、あんたニュース見てへんの?どのチャンネルでも臨時ニュースで取り上げてるで。え?寝とった?ちょっと!心配して損した。もうええわ、永久寝とき。まったく人が心配してやってんのに。よかったやん、無事で。えらい物騒やば、やけに騒がしいな。それが私もよくわからねんけど、なんや周りとか話してんの聞いたんでは、どっかでえらい爆発があったみたいやねんけど、爆発ってるとこかしら。最近物騒やしね、あっちの街頭ビジョンのニュースやってるみたいやし、行ってみたらええんちゃうか。すまない。あー、これは柏木組が爆破されたんじゃないかな。ね。いや、しかしすごい爆発やったな。俺も映画のワンシーンかと思ったわ。私も。おい。おい、その爆発ってのはどこで起こったんだ?おっさんまだ見てへんの?どこやったっけ?確か神南とか町って言ってた気するけど。うちは関東のことはようわからんわ。あっちの街頭ビジョンにニュースやっとったからそこで見てみ。あっちの街頭ビジョンや。この辺はちょっとあれだな。なんもあれがないな。情報がね。やっぱり外国のやつの仕業やって。多分そうやろ。テロ言うたら外国の仕業と相場が決まっとる。あんな大規模な爆発を起こすことなんて日本の組織じゃ到底無理やろ。せやな。でも何を目的としたテロなんやろ。悩むわ。そこまではわしの、ああ、悪い頭やとちょっと難しすぎてようわからへん。せやけどよかったわ、標的大阪やなくて。いやー、いつもここ狙われるかわからへんで、しっかしおっかさん、抜かない世の中やな。大阪もいつ標的にされるかわからんな、桑原桑原。これか、街頭ビジョン。なんやなんや、何があったんや。やっぱりミレニアムタワーか。ああ、柏木組だよね、多分ね。まあ、でも、風間組か、一応ね。あの、あれとしては。先ほど、午前0時に、神室町のミレニアムタワーで爆発が起きた模様です。詳しいことはまだ分かっていませんが、爆発が起こったフロアには暴力団関連の事務所があるとの情報もあり、事故以外の可能性もあるとのことです。これが花火。ついに始まったか。また近江連合がどっかの組織とつるんでやってんのかな。ああ、須藤です。ええ、残念ですが倉橋課長の読み通りとなってしまいました。わあ、須藤さんだ。四課の課長になってる。あら。いや、まだ関西とのつながりは分かりません。一課だったのに。ええ、そうです。
やはり海外の組織が関係しているのではないかと思いまして。そうですか。わかりました。では私の方も手配します。ええ、あの任務は伊達さん以外にこなせませんから。はい、では。第三章、ヤクザ狩りの女。なんだそれ。今回ストーリーが謎めいてて、やばいな。大変なことになっちまったな。どうした？何かあったのか？いや、昨日の夜ちょっとな。ん？いや。いや、今はいい。お前は後で、ね、姉さんに電話して行って、柏木さんの安否を確認しておいてくれ。あ、わかった。じゃあ、近江連合に行く。準備ができたら声をかけてくれ。わかった。おーっと、なんか出てきた。道島竜を今回は武器について詳しく教えようと。手に入れた武器は武器防具免許で装備する必要があり、最大3つまで装備可能だ。あー、なるほどね。ちなみに敵から奪った武器は拾っただけでは懐に入っていない。もしその武器を懐に入れたい場合は下を押せと。あー、今回武器が大事か。防具。特定の組み合わせで装備ボーナスが発生するものもある。ヒントは色や名前の組み合わせだ。例えば赤のさらし、天然石ブレス赤を装備すれば赤のカゴという装備ボーナスが発生する。なるほど。バトルで攻撃を与えるとヒートゲージが溜まっていくのはわかるだろう。ヒートゲージがある程度溜まった状態で極みが表示されればヒートアクション発動のチャンスだ。ヒートアクションは武器を装備した状態でも出せると。どんなヒートアクションが発動できるかは体で覚えるんだ。準備ができたら第5に話せ。準備ができたらと言われましたもんね。まあ装備品を買ったりとかだよね。これタクシーか。ちょっとアイコンがちっちゃくなっちゃったよね。恵比寿屋蒼天堀。ガンダーラ。ここら辺にあったよね、倉庫がね、昔ね。賭場カジノ、カラオケスナック。ポッポ。ポッポで買うドンキ、まあ、あれだよね。アーツライブ。ライブ？あ、ダーツか。ダーツね。金龍ラーメン。ドラッグストアにとりあえず行こうかな。ドラッグストアに行って、アイテムの購入だけして、終了しようか、今回。100ミリの兄ちゃん。あ、この間お気に、兄ちゃん顔なじみになっただけで全然、あれだね。何もやってくんないね。さあ、朝の道頓堀。蒼天堀。この出てきたやつはちょっとぶん殴ろうか。攻撃力アップのやつストーリー進んだからさ、ゲットできるようになったんじゃないかな。投げ。ピアノを使っていってもいいかもね。投げ。ほい。ほい。投げ。ほい。寝てるところを拾う。武器。あ。拾う。ほい。よいしょ。1000稼いだってよ。累計早いね。わ、これもシームレスに入れていいな。これマジですごいんだけど。これめっちゃすごくない？これゲームの中のここまで再現するか。ポップまでだって再現してあるよ、これ。ドラッグストアだね、本当にね。これ考えた人すごいよね、これね。こういう商品配列とかね。ガチでこれすごいね、これ。いらっしゃいませ。はい。あ、めっちゃ値上がりしてる。タフネス Z が1000円もする。 ZZ
アラヘールハーフ、空腹を少し、タウリナ、ヒート、スタミナンロイヤル、空腹を大きく促す。空腹を大きく促しても、空腹を促したら困るんだけどな。今回そのタフネス ZZ を超えるやつが売ってないぞ。困るな。3、4、5、6、まあ8点購入させてもらおうか。そしたら24,000円。ありがとうございました。でこれでアイテム欄に、あ、10個まで持てるのか。今回食料飲料、食料飲料も持っていけるのか。ボディカップ。ああ、そうか。ヒートゲージアップ。で、レベル1が取れないと。飛び込み。フィニッシュホールド。フィニッシュブルーを当てた直後に強力な投げ攻撃を出せる。ああ、カウンター。軽打撃攻撃力アップ。あ、これ取ろうか、そしたら。よいしょ。これで、ああ。限界突破じゃないからダメなのか、これ。重大攻撃力アップ。さばき打ち、スイカからつながる攻撃を出せる。まあ、これもちょっと取っとくか。さばき打ち。挑発。素手の時に下。敵を挑発でシートヒートゲージを貯められる。飛び込み、走ってる時に素早く距離を詰められる。これも取っとこうか。とりあえずさばき打ちだけ、バッツで末中に三角。あとはヒートアクション、ヒートアクションは、あー、これはもう覚えてるのか。あ、ダッシュ強化。OK。あ、今回ダッシュも自分でやるのか。胃袋ゲージアップ。まあ、これも取っとくか。結構いろいろできるね。酔いにくくなる。酔いは別にいらないでしょ。だいぶ強化できたと思うけどね、これね。DDD。サブストリーなんとかって欲しいな、そのサブストリーファインダー。あ、ちょっと敵倒してゲットしようか。サブストリーファインダーね。あ、これ自販機飲むの買ったら飲むの一応ゲットできるのか。サブストリーファインダー欲しいから敵と戦おう。よし、殺すぞ。よし、こう軽打撃力アップしてるけど、でも倒せないな。よいしょ。あ、もう乗り越えできるようになってるね。素晴らしいな。ドスを拾おうか。そして下を押してドスを収納。金をね、こう落としてくれるからめっちゃありがたいんだけど、このミュージシャンなかなか肝が座ってんな。この状態で音楽聴き続けられるか。ほい、丸、技が出せないで丸をしてんの。ほい、よいしょ。 OK。 ふぅ、手間取らせる。あ、10ポイント来た。これでいけるんじゃない、サブストーリーのやつ。OK。サブストリーファインダー。これはありがたいぞ。あ、このポイントがついているところがサブストリーファインダーか？どれがサブストリーファインダーだ？
まあでも多分そうだろうね。あ、このコメントがあるとこかな。あー、そうでもないか。これか。これ目的地だもんね。この青いやつか。サブストーリーは多分。じゃあこいつはサブストーリーじゃないってことかな。喋ってみればわかるね、でもね。お金。1万円。だいぶ儲かったね。全くドイツもこいつも爆発爆発ってうるさくて、カナワは、あんなん関西にいるわしらには全く関係ないことやがな。そのようにドイツもこいつも声そろえて爆発爆発って、ほんまほちゃうか。関係ないことはないと思うけどな。ダッシュダッシュ。あ、ここか、道頓堀のロッカーは。A1 が開けられる？どれや、どれや、ロッカー開けられるの。色が分かりづらいわ。これか。H1。これ、色盲の人とかだったらかなり難しいよね。タミナロイヤル。この辺はね、あんまり配慮はないよね。アルヘルカーフ。うん。黄色で表示されてるやつが開けられるやつなんですよ。枠がね。でもうないから、これ、それを見つけるゲームみたいな感じになってるよね。黄色枠を見つけるゲームみたいなね。ある意味ね。よっしゃ。もうないんじゃないかな。そのイベントらしいの。これ本当に街がさ、マジでこんな感じなんだろうね。街中のこの、様子がね。綺麗になってる気がする。小福町。あ、例の高級な割烹料理店。何これ。あ、これなんかさ、アサシンクリードぐらいしかないと思ってたけどさ、この建物の写真撮りたいなって思うゲーム。まさか竜が如くで建物の写真を撮りたいと思うようになってしまうとは。ナンパし、有無を言わせず攻撃してくるのか。こいつなんだ。ナンパなのにお前ナイフなんか持ってきてんじゃねえよ。よいしょ。危険な街だぜ大阪蒼天堀は。ほい、オッケー、5000円ゲッツ。すいませんでした、ほんま助かりました。あ、なんだ、紫まんじゅう。なんや、まんじゅうくれたで。ドンキ横丁。あ、ドンキか。ドンキちょっと何が売ってんだろう、見てみたいな。はーい。あ、スーパーカップ。なんか食い物買っていこうかな。純白ブリーフ。あー、ヒートゲージ防御力。グリーントランクス。あ、ブルーインソール。天然石ブレス赤。あー、どうしような。赤は攻撃力上がるのか。じゃあ赤買っとこうか。よし、ちょっとじゃあこの買い物で2900円。よし、はい、クイモもうちょっと買ってもいいかな。スーパーカップもうちょっと買っとこうか。春雨、わかめ、フォー、ソース焼きそば。これで780円か。えらい安いな。こんだけ買って。よいしょ。そしたら、防具を装備しますか。よし、これで、チャージ攻撃力アップ、小。いいね。これなんか RPG 感もあっていいね。これは、五徳セブン買うべきじゃないか、これ。五徳セブン、これが楽しめるんだったら五徳セブン多分楽しめるよね。おそらく。
話ができるとか、今年何回忘年会あんねん。あ、例のこの人でも多分イベントがなさそうだから、この裏側にいるんだよね、一人ね。まあ、ストーリー進めたくなるけど、ちょっと1時間経っちゃってるしな。いや、グラフィック良すぎてね、フレームレートはね、ちょっとチラチラするのはね、もうこれしょうがないよね。60出てるかな。ここに誰か人がいるんだよね。チラチラはするけど、あ、もう見つからへんな。もう腹痛いわ。ん？大阪のおばちゃんや。ちょちょ、そこのお兄さん？ヒョウ柄じゃないぞ。ん？通行人のおばちゃんと顔なじみ。やばい。俺のことか。せやせや、あんたのことよ、お兄さん。ちょっとおばちゃんの頼み聞いてくれへんか？いや、急に頼み聞いてくれて言われても。ちょっと！お兄さん、付き合い悪いな。おばちゃん困ってるんやで。大阪のおばちゃんや。腹痛そうだな。あれ、いた。あれ、急にお腹痛。お腹痛、もう立たれへん。誰か助けて。いったこれなんや、盲腸やろか。盲腸切ったのにな。また生えたんかな。ちょいちょい、そこのお兄さん助けて。ちょっと、もうあかん。死んじゃいそう。こんなに苦しいのに誰も助けてくれへんのかしら。こんなおばちゃん見捨てるなんてありえへんわ。あー、林部より子57歳、天井全うできず無念のドロップアウトや。最後に一人きりにて寂しい人生やな。助けて。分かった、話を聞くから静かにしてくれ。お、助けてくれるんか。いや、すまんな兄ちゃん、死にそうじゃなかったのか。いや、お兄さんのおかげでピンピンやで。それで早速頼み事があんねんけどな。お願いね。私ちょっとこの辺りで落とし物してもって、こっちの川べりのどっかにあるんやねんけど、ちょっと探してくれへんか。いや、分かった。うん、ありがとな。お兄ちゃんなら引き受けてくれると思っとったよ。落としたのはお守りなんや。この辺の川辺に落としたはずやから、地面よく見ながら歩けば見つかると思う。お守りか。よし、探してみよう。頼んだでー。おばちゃんここで休んどるから、見つかったら声かけてや。え、明らかにここになんかあるんだけどさ。あ、これ缶ジュースか。キリキリ探してや。川べり、ここの路地じゃなくてさ、川べりってことはこっちの方か。あった、これか。交通安全の守り。いやー、でもこれすごいな。このお姉さんとかさ、え、わ、それっぽいな。2005年。いやー、これほんと風景見たくなる。すごいね。マジ風景を映したくなるっていうゲームってあんまないんだけどさ。アサシンクリードとかさ、洋芸以外ね。和芸でここまで風景映したくなるのは初めてだわ。最近グラフィックがね、まあちょっと流して言うのはあれだけど、体験版でプレイしたゲームがね、グラフィックがしょぼい、本当にしょぼいやつが多くて、本当にこれがね、2022年に発売するゲームなのかっていうね、それぐらいのね、クオリティの低いグラフィックで出してるゲームをいっぱい見てしまったから、このクオリティでグラフィック出してくれてるとめちゃくちゃ嬉しい。明らかにグラフィックがいいってわかるもんね。探している守りはこれか。そう、これや。これよかった、見つかったって。これな、私の息子がくれたんや。ほら見ての通り、私騒がしいしずうずしいやろ。自覚はあるのか。だから赤信号に飛び出して引かれんようにって息子がちっちゃい頃くれたんや。親思いのいい息子じゃないか。せやな、親孝行の孝行者の良い息子やった。今は手の届かん遠いとこに行ってもうた。遠すぎてもう会えへんのや。そやからこの守りを大事にしてんの。そうか、息子はもうフランスやで。おフランス、ん、パティシエになる言うてフランス行きよったんよ、あの子。親をほったらかして海外に行きよるなんて薄情な息子やで。もう何年やってへんかな。まあいつもフラッと帰ってくるから心配してへんわ。それ、あんた名前は？桐生一馬だ。あれ？一馬くんか。よし、息子の顔にあんたを可愛がったる。なんだと？そもそも俺は息子なんて年じゃ。えんやえんや、恥ずかしからなくて。探し物つきようてもらった俺や。大阪は私の庭やからな。何かあったら声かけていいや。おばちゃんすぐ駆けつけたるわ。カーくん。カーくん。カズマくんやからカーくんや。かわいいやろ。おっと、もうタイムセールの時間や。ほな、またな。大阪来た時は顔見せるんやで。それじゃ、さよなら。まるで嵐のようだった。
大阪のおばちゃん恐るべし。これでもさ、なんか気持ちはわからんでもないな。そのねえ、そのなんていうのかな、息子がおらんくなったから別の人にね世話するとかさ、やっぱりなんか人間ってそういうことしたくなるんだろうね。そういう生き物なんだろうね。一人だけで生きてるとさ、やっぱりなんていうかな、虚しさがやっぱり残っちゃうのが人間なんだろうね。まあ、それでやっていける人もいるんだけどさ、やっぱり誰かと関わり合いを持つことで人間らしさっていうのが出るのかな。まあ、難しいな。でもそれがさ、その社会性として後天的に身につけたものなのか、先天的にそういう風に持ってるものなのかわからないからね。この社会で暮らしてしまってるとさ、ね、人と関わり合いを持つことでなんか精神的な、なんていうのかな、充足感とか満足感とかを手に入れられるかっていうのが先天的なものなのか、社会的な後天的なものなのかっていうのはね、分かんないとこありますよね。うん。ということで、ね、もう次回じゃあ大悟のとこに行って、進めていこうと思いますんで、うん、このトークできる人は喋ったかな、さっき。うん、あら、おう、ちょっとそこのかっこいいお兄さん、俺のことか。そうっすよ、そうっすよ。急な話かもしれないですけど、お兄さんモデルになってもらえませんか。モデル、申し遅れました。俺水野と言います。モデルのスカウトやってます。実は今日撮影予定していたんですが、モデルが急に逃げ出しちゃって、代わりにモデルができそうな人を探してるんです。あら、ちょっと時間ないんだけどな。そうは言ってもモデルなんて性に合わん。それに俺よりもっと合うやつなんてその辺にゴロゴロいるだろ。ちゃいます。そんなことないんですよ。実はうちのモデルはちょっと特殊でして、男らしくてガタイも良くないとダメなんです。ねよねよしてイケメンのガキなら吐いて捨てるほどいますけど、お兄さんみたいなタイプの人はなかなかいないんですよ。お願いしますよ。あー、これは現代の社会でもそうなのかもしれないね。だがモデルなんてやったことねえしな。大丈夫です。そこはうちのスタッフが手取り足取りサポートしますんで、報酬も当然たっぷりご用意させていただきますんで。お願いします。良い感じの人を連れてこないと俺上司にとっちめられるんです。人助けだと思ってね。わかった、やろうか。仕方ねえな、そこまで言うなら引き受けてやるよ。おう、ありがとうございます。では撮影現場まで案内しますね。ところでお兄さん、お名前なんて言うんですか。頼ます。キリュウだ。ではキリュウさん、よろしくお願いします。カジサックか。ここが撮影現場っす。結構殺風景なところな。で、俺はどうすればいいんだ。もうすぐうちの撮影部隊を呼んできますんで、座ってお待ちいただければと。ちなみに撮影はうちのアートディレクターが担当させていただきます。それじゃあ俺はこれで、さよなら。さて、これはぶん殴られるパターンか。はじめまして、三村です。ほう、あんたが撮影担当のアートディレクターか。あ、僕アシスタントなんです。今回キリュウさんを担当するアートディレクターはこちらです。いや、ポイズン三尾だ。ふざけんな。ふざけんな。帰らせてもらおう。ちょ、ああ、行かないでくれ。何なんだ、このうさんくさい男は。うちのアートディレクターのはポイズン三尾です。この業界じゃ有名なんですよ。それ有名になるだろうな、こんなんだったらね。男性美しく撮ることに関しては天下一品、被写体の魅力を最大限に引き出す独特の表現技法が評価されています。ね、ポイズンさん。君が桐生くん、今日はいい撮影ができそうだ。ふふふ、確保してくれよ。そりゃモデルも集まらんだろ、この人が来たら。嫌な予感がする。うちの撮影は普通とはちょっと違っているから少し戸惑うかもしれないが、その方が君も楽しめるだろう。ふふふ。いや、普通の方がいいんだが。さあさあ、全員は急げ。早速撮影を始めるぞ。上半身を脱いでくれたまえ。え、服を脱ぐとか。当然、私は人間の本能や本質を撮影したいんだ。服なんて邪魔なだけだろ。ほら、私を見てみたまえ。本能的だろ。ただの変態にしか見えないが。さあ、いいからいいから。早く脱いで。撮るぞ撮るぞ。では、早速始めよう。まず最初のテーマはサラリーマンの日常だ。サラリーマンの日常。家族のために働くサラリーマン、その苦悩や悲哀、そして美しさをフィルムに収めたいと思ってね。キリュウくんなりにそのあたりを表現してほしいんだ。とはいえ、いきなりは難しいだから、まずは考える人のポーズを取ってみようか。こんな感じか。ああ。おお、なかなかいいじゃないか。あーたらね、キリュウくん、ちょっと背中やばいってこれ。力
事のできるとか自分だけ見せる。普段弱さを表に出さない苦悩感が染み出てるね。もう少し表情をアンニュにできるかな。あまりよくわからないが、こうか。そうそう、いいよ。中間管理職の悲壮感が出てて。グッとくるね。哀愁感か。アートですごく合ってる、キリュウくん。キリュウくんは飲み込みが早そうだ。この調子でどんどん行ってみよう。じゃあ次からキリュウくん自身に表現を委ねてみようかな。どういうことだ。要はアドリブでは私がテーマを出すから、それをキリュウくんなりに解釈して表現してみてくれ。まずは強い男を表現してみてくれ。強い男を表現しろか。ライオンが草陰から獲物を狙うポーズ。両手を突き上げ、おたけびするポーズ。ライオンにしようか。強いと言ったらもうあれしかねえな。そっちかよ、そっちかよ。どうだ。キリュウくん、それは一体何だい。百獣の王ライオンだ。強いと言えばライオンと相場が決まってるだろう。オーマイガー、そういうことか。残念だけど、ただの目標にしか見えないな。これはこれでエロスがあっていいから、需要はありそうだが、アートとしているとは言えないね。アートってのは意外と難しいな。では、キリ君、改めて強い男のポーズを頼むよ。戦いの時に気合を入れる時のイメージでいいのか。おお。これはすごいぞ。うおお。強いよ、キリ君。アートしてる。アートしてるよ、最高だ。地球の裏側に届くくらいもっと叫んで。うおお。最高だ。もうたまらん。私も釣られて吠えたくなってしまう。何同調してんだよ。まさか初めてのモデルにこんなに雰囲気で飲まれるとはね。パーフェクトだったよ、キリュウ君。そうか。あんなので大丈夫なのか。ああ、むしろあんなんじゃなきゃダメだよ。さっきの君はアートでしたよ。じゃあこの調子で次のテーマに行こうか。よし、次のテーマは男のギャップだ。真の男がふとした瞬間に見せるギャップ。それで私を夢中にさせてくれ。男のギャップか。ヒーローのポーズ。メイドのランポーズ。ヒーローかな。男のギャップ。子供っぽいことでもしてみるか。くれ、キリュウビーム。ありがとう。そうだな、言いにくいんだけど、それはアートしてないよ。それはギャップというか、ただのアホだね。やはりそうか。アートってのは難しいな。攻めの姿勢を評価するけど、ワンスモアやってみよう。男のギャップ。可愛らしいことをやればいい。恥ずかしいが仕方ない。あれをやるか。ラブズッキュン。キリュウちゃん、やっちゃったな、これ。キュン。キリュウくん、完璧だよ。どっから撮ってんだよ。キリュウくんみたいな男らしい人間をふとした瞬間に、あー、シャッターが止まらない。とってもとってもアートしてるよ。君の全てをネガに焼き付けるとしよう。この人でもいい筋肉してんな。背中ね。褒められてもあまり嬉しくないのはなんでだろうな。不安なのかい？大丈夫、最初はみんなそうさ。表現とは羞恥心との戦いの歴史でもあるからね。さっきの君はアートしてたよ。あ、このセリフはでも確かにそうかもね。これはコスプレイヤーの方とかがさ、ね、最初スタートするときとかに声かけられる言葉かもね。おう。さ、その調子でどんどん行こう。じゃあ次のテーマ、思い切ってセクシーなとこ行ってみようか。セクシーなとこか。ボディービルダー、相撲。ボディービルダーかな。男でセクシーといえばやはりこれだな。ちょっ、わお、キリュウくん、キレてる、キレてるよ、アートしてるよ。ふん。あ、確かにアートしてるな、これは。最高だよ、キリュウくん、アートしてる、アートしてる。これこそ、これこそが芸術だ。まあ、こんだけ撮ってさ、1枚か2枚ぐらいしか使われないんでしょ。グレート、グレート。キリュウ君、君は素晴らしいね。今日はとってもアートしてたよ。そうか。俺としてはよくわからなかったが。まあ、無理もないさ。アートってのはそういうもんだからね。でも、おかげさまで世界コンクールに出す良い作品ができたよ。何？世界コンクール？あれ、スカウトの水野から聞いていなかったかい？今日撮った写真は僕の新作として世界中のメディアにばらまく予定なんだ。キリュウ君の素敵なポーズの数々が全世界の人々に見てもらえるんだよ。素敵だと思わないかい？思わんというか、そんな話聞いてねえぞ。すいません。本当のこと言ったら絶対断られると思って。とにかくアートだかなんだか知らんが、勝手に世界中に写真をばらまかれるのは困る。なんだって？君は私の作品になることを光栄に思わないのか？思わん。おう、分かったよ。本当は撮りたかったけど、遠慮して撮らなかったテーマが一つなんだ。それを今から撮ろう。おう、なんだそのテーマとやらは。
テーマは痛みと苦しみ。痛みで苦悩するキリュウ君の表情を撮って最高のアートにしてあげるとしよう。行くぞお前ら、このモデルを最高のアートにしてやれ。はい。ふざけんなよちょっと、ポイズン3つをボス戦になっちまったじゃないか。意図せず、くそ、おいしょ、おい、ポイズン3つ以外は弱いんだよな。よいしょ、まあ、ソリーの束が、紙束が飛ぶ表現がめちゃくちゃすげえな。これちょっとジャッジアイドルレベル高いんじゃねえか、下手したら。ジャッジアイドルはね、アクションにはこだわってたんだよ、すごい戦闘のね。けどこういう細かい表現が全然違う。うわっ、うわぁ、めちゃくちゃすげえな、紙の吹雪が。うん、キリュウさん本当にすみませんでした。全く人を騙しするようなことをして、やり方が強引すぎる。最初からきちんと説明しろ。すみません、でもちゃんと説明したらみんな協力してくれなくて逃げられてばかりで、だからついボイズンが有名なアレクトディレクターってのも嘘なのか。はい、本当は全然無名で業界でも極め扱いされてるんです。やはりそうか。でも俺たちポイズンさんの作品が好きなんです。だからどうしても新作を作ってほしかった。ポイズンさんの新作が見たかったんです。お前ら、お前らがアートを追求するのは構わん。だが人を騙して誰かを犠牲にして、それでできたものが本当に良い作品になると思うか。お前らが目指しているアートっていうのはそんな悲しいもんなのか。ふっ、私たちなんかよりキリュウ君の方がよっぽどアートを理解していたのかもしれないな。ポイズンさん、素人さんにここまで言われて何も言い返せない自分が情けないよ。一から出直した。キリュウ君、これはお詫びだ。受け取ってくれ。硬派な携帯電話。私はもう一度アートとは何かを考え直す。そして今回みたいな無理やりな形じゃなく、みんながハッピーになれるような作品を作っていくよ。私はアートを追求するあまり大切なものを失っていたみたいだ。気づかせてくれてありがとう、キリュウ君。もし私がみんなをハッピーにできるような素晴らしいアートを作れる人間になれたら、その時はまたモデルをお願いできるかな。どうするかな。まあ考えておくとしよう。サムネにするか、これ。三村さん、水野くん、今の二人、今日撮ったどの写真よりもアートだと思わない？何でもアートって言えばいい、はい、いいもんじゃないよ。すっげえアートっす。何でもロックって言えばね、片付くのと同じみたいな感じだよね。難しいな、アートとかロックとかね、定義がないからさ、何でも好きなように使えるもんね、言葉としてね。どこ、これめっちゃ遠くに行かされた。ちょっと戻りましょうか、頑張って。ダメやダメや、これ喋ったらあかん。何見とんねん。うわ、やったらで、逃げよう。かまってる暇はないんだ。能力値もね、上がらないからさ。あ、これどこまでだ、どこまで出していくの、これ。一回ダッシュしたらずっとダッシュしてたな、今ね。とりあえずでも第5のとこまでは行って、これエスケープできないのか。よし、すげえ人の数だよねこれね。これでエスケープなってないの。めっちゃ遠くにいるんだけど、まあこれで多分、まあセーブしときゃなんとかなるでしょう。はい、ほらね、オッケー。そしたら今回ここで終了したいと思いますんで、ご視聴誠にありがとうございます。はい、彼女の絵のプレゼント、しばらく様子を見る、準備ができたら第5に話せということで、うん、能力強化できそうだね。19、飛び込み攻撃、フィニッシュホールド、
飛び込み攻撃入れとこうか。はい、フィニッシュホールドも入れとくか。そしたらもう上げるあれがないからね。カウンター、あ、銃打撃アップもやっとくか。あ、投げ攻撃力アップあったか。これ欲しかったな。リガード。さばき打ち。あ、これ取ってるやつね。スウェイ距離アップ。まあ、ここはちょっと置いとこうかな。ということでね、今回はこれ終了します。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。ということで、また次の動画でお会いしましょう。Thank you for your watching. If you like this video, please subscribe to my channel. 攻撃力 C に上がりました。ではまた次の動画でお会いしましょう。またね。バイバイ。